きたい。小林心配症。オムライス、オムライス。最高は、早く遊ぼう。私は考えたのですよ。小林さんに似合うメイド服を作ってみてはどうかと。ちょっとよくわかりませんね。エルマはそういうやつなんですよ。こうなってしまったからには何が起こるかわからないしな。じゃあ私に助けられたのも運命でいいの？見つかるといいね。あなたに決闘を申し込む。いざ尋常に勝負。この悪党め成敗してやる。何？悪をかばうのか？やはりお前は混沌の竜だな。ここで会って働かせてくれって言って雇ってもらった。これは一つずつでいいのか？またね。だけど仕事じゃ遊べないから。ルコアなら昨日から外国に行ってる。僕と魔力がつながってるからどこにいるかわかるんだ。いやあ、近くに寄ったものでね。お菓子を持ってきたよ。じゃあ時間を巻き戻してなかったことにする？相変わらず小林さんのことになると必死だね。なんで今日こんなにトイレ行きたくなっちゃうのかしら。ごめんなさい。イルルさんも可愛いし、友達にならない？部屋が狭いからだ。混沌勢と調和勢が二人で仲良く、どうもこの世界は我々をおかしくするようだな。最近は分からなくもないが、次は僕の番ね。僕は知らないな。君がお茶組みしていた時、君の分の仕事までしていたのは小林さん。うちの柱だからね。水臭いですよ小林さん。我々は同志。同志のために時間を割くのに何のためらいがありましょうか。路上様、綺麗に飾れましたね。なるほど。パパパラパパ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 ラパパ。